はい、皆さんこんにちは、渡辺グルビッシュです。信長の野望創造戦国立志編、織田信忠でのプレイ続きをやっていきましょう。前回から始まった今回のこの信忠でのプレイなんですけども、前回ご覧いただいていない方いらっしゃると思いますので、ちょっと簡単にだけお話しておきます。今回のコンセプトはですね、信長が本能寺の変で死んだ後、史実では嫡男信忠もう一緒にというかね、二条城で、明治勢に討ち取られてしまうんですが、もし信忠が生き残っていたら、まあ織田家どうなってたのかなっていうようなところをね、プレイでしていければいいかなと思って信忠でのプレイになってます。で、信忠生き残ったものの、まず有力家臣が続々と離反、かつ徳川や北条、宇喜多といった同盟国たちからも見放されるというような状況をオリジナルシナリオで作成してプレイの方をやっています。でですね、前回少しお話ししたんですけども、勝家や光秀、さらには秀吉といった武将たちは周辺の独立した武将たちを取り込んで勢力を大きくするっていうような個別のオリジナルシナリオ、イベントを作っているんですけども、ちょっとうまく機能しなくてですね、おのおの一人ずつで今も頑張っているように見受けられますので、まあ、ちょっとここがね、誤算ではあるんですが、それでも徳川北条、あと真田なんかも動きを活発化してますね。さらに今長宗我部を、まあ、連合の名手とした反織田連合が組まれていて、今見ていただいたらどうでしょう、これ織田の旗、国を持ってるところの大名家が出ている画面を見てますけども、織田家結構厳しい状況になってるんですよね。兵数としては8万7000です。で、周辺の威力でいうと毛利が5万、徳川が3万5000、北条が5万、上杉が2万3000といったところになっています。まあ、依然信長ではないですね、織田家。かなり大きな勢力ではあるものの、まさに領地を分断されつつあり、かつ四方八方から攻められているという状況ですので、このまましばらくは防衛に徹したいと思います。で、これも、初年度というかね、前回、実況中継の中継じゃないですね、前回お話しさせていただいた内容ですが、1585年になるまでは、まあ、家の混乱を収めることに専念するということにしてですね、他国への侵略は一切しない。ただ防衛はね、していかないと滅ぼされてしまいますので、防衛戦だけはしっかりやっていきましょう。で、今はですね、この高東城がかなりの敵の軍勢に攻められてますので、この高東城の防衛に入っていきましょう。では早速始めていきます。まずはですね、ご用は何ですか？この木材と鉄が全くないです。なのでこれらを買い上げして、何を最初にしなきゃいけないかというと、城の改修ですね。もうとにかく1にも2にも城の改修をしていかないと、特に最前線に当たるところですね、に関しては早急に城の改修をしていきます。そうしないと多分あっという間に滅ぼされてしまうっていうね、浮き目に遭うので、まあ少なくても城門は空吹き門までは上げていきましょう。で、できれば石垣もね、まあ石垣じゃない、堀に関しても土堀まではなんとかしたいですよね。そうしとかないと本当にあっという間に攻められると、柔らかいんでね、城門が。これでまたあれかな、木材不足になってるね。木材を調達していかないと厳しいな。さてはやっていきましょう。その他に関しての建設系は委任しちゃいましょう。まあ、改修修復に関しては確実に自分の手でやっておかないと不安しか残らないですね。で、今後の予定の話をしておきますと、タイの方に旅行ね、先週行ってきた時にお届けしていた太閤立志伝、
これと今プレイしている信長の野望、これは並行プレイをしばらくさせていただきたいと思ってます。で、あとそうこうしているうちにですね、戦国無双真田丸、こちらの方が発売される予定になっていると思いますんで、そこはね、発売されたらプレイの方を頑張っていきたいなと思ってます。さあ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 、敵の数約1万か。で、味方が3000。ちょっと厳しい戦いになりそうですね。縄文の数が3つ。これはただすでに1つは完全に破られているので、中で守った方がいいかなって感じですね。一旦ここまで引きましょう。ちょっとこの高遠城は失陥する可能性がありますね。攻め手は酒井忠次に穴山信君、さらには大久保、そうそうたるメンバーですね。忠勝も来てるか。これ退けるのはなかなか苦労しそうだな。やっぱね、縄文がかなり柔らかいですね。もうちょっと縄文のレベルを上げておかなきゃいけなかったかなってとこですね。これちなみに今後もしこのアップデートとかが入ることがあるんだったら、要望としてはこの自分で操作している武将に関してはその場に待機というか固定というかさせたいですよね。結構ふにゃ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 動いたりするんですよね。縄文を守らせたいのに縄文から出てしまったりとかね、勝手にしたりすることがちょいちょいあるんで、そこはできればね、今後見直してもらえるとよりプレイがしやすいかなって感じですね。さあ、縄文が突破されてピンチになってきたけど、味方も小笠原くんがやってきましたね。さあ、縄文を突破されたか。ここはね、忠勝がいるので非常に危険なんですよね。忠勝相手に正面から戦ってもちょっと勝ち目がないかなというところもあるんで、さすが忠勝だね。勝つ相手に正面から戦ってもやはり勝ち目がなかったか。取られてしまったね、高遠城が。高遠城を奪われてしまったので、この木曽福島城と深志城、それと防衛ラインとしては岩村内駅、この辺りは本当に対徳川の最前線になるので、大至急城の回収を進めないとまずいな。で、今の感じだと木材が圧倒的に不足してますよね。なので木材をバシッと買っていきましょう。で、回収ですね。とにかく城の回収を急ぎましょう。名古屋城もこれ空吹き門のままじゃちょっと無理だよね。マスガタモンまでは絶対上げていかないと。早急にマスガタモンに上げたいぐらいですよ。
最前線となるところに関しては、もうそこはねマストでやっていきましょう。で、あと武将の配置もちょっと考えた方がいいかもしれないですね。今武将がたくさんいるところと少ないところでもし分かれているようであれば、ちょっと武将の再分散も考えた方が良さそうなので、各拠点をちょっと見ていきましょう。まず最前線深市城は10人いますね。で、木曽福島も8人います。で、内域も5人、岩村城が2人か、岩村城がちょっと少ないかな、手薄になってますね。島峰も2人か。この辺りは少し人数をかけていった方がいいかもしれないですね。岐阜城とかは逆に人数はそんなに必要ない。安土にも結構人が滞留してる感じがありますね。なので、あとこの伊賀上野城も結構多い、11人いますね。なので今の見た感じだと最前線に当たるところに関しては2人だとちょっと心もとないので、めちゃくちゃいるな。ここ勝山城24人いますね。そのあたりから人をちょっと動かしていきましょう。それはね、すぐやっちゃいます。まずは人がいない少ないところ、岩村城に関してはそうだな、竹部山城から結構人数いるんで、細川藤高とか忠興、このあたり動かしましょう。細川親子はねかなり優秀なんで、細川親子を最前線に配置できればだいぶ楽になるんじゃないかな。島峰にも人が足りないな。島峰にも人を入れていきましょう。ここは統率が高い武将がいいよねって考えると、一柳と総合を、この2人を新たに派遣していきましょう。で、他2人しかいないところがあれば、小牧山も人が少ないね。小牧山は岐阜から、そうだな、誰を出すか。ちょっと統率武勇の高い武将がいないので岐阜から出すのはやめましょう。で、そう考えると伊賀上野は統率の高い武将は堀秀政がいるのか。堀秀政を引き抜くとまずいので、五右衛門と兼松、あと上田、三つ継ぐ、この3人を派遣しましょう、小牧山に。で、あとは犬山城も人が少ないですね。犬山城には、そうだな、じゃあここは安土から出しますか、人を。安土は16人いますからね。で、安土にいる、そうだな、江口と戸田勝成、この2人を派遣しましょう。これでもう人数が全然少ないっていう最前線はまだあるね。勝山城からこの2つの城、東北戦線、人が少ないのでここに人を派遣していきましょう。配属させていきます。勝山城24人もいるのか、ちょっと多すぎですよね。まあ、ここは適当に入れていきましょう。池田輝政とかこの辺りを入れておけば安心でしょう。朝倉山城にも人が全然入ってないですね。ここにはそうだな、じゃあガモー氏里、毛利高政、この辺りを入れていきます。で、あとは金ヶ崎にも人が全然入ってないですね。金ヶ崎には堀内、あとは中村和内、この辺りを入れておきます。これでどうでしょう。これで一応前線は守られる形になるかな。で、軍団が新規で作れれば作りたいけど、この辺りの直轄がないのかな。やっぱりここは自らが指揮を取るしかなさそうですね。城代が今派遣されている形になっているので、城主に昇格させられるような武将がいればおいおい城主にして、新しくこの信濃一帯を防衛する軍団を作っていければなと思うんですが、今はちょっとこのまま頑張りましょう。徳川がね結構大きくなって厄介になってきてるんで、このまま行くと結構ピンチになりそうですね。では、進出と建築は
位にしちゃいましょう。回収をとにかく進めて城の防御力を上げていかないと本当に危ない感じになってきました。我が領内に敵が迫っております。深市城に7000、深市城に7000か。兵数が700しかいないところに7000の敵、厳しいですね。岩村城からも人出せないしな、しょうがない。ここは終わり近辺から出兵していきましょう。これ以上本当にね、城を失うわけにはいかないので、出したくなかったけど、出したくなかったんですが、安土城からも出しましょう。それまで持ちこたえてくれるかな。敵が我が領内に向かっております。さらに増山城に勝家が来てるか。勝家が来てるのね。出陣するぞ。ここは渡辺官兵衛が迎え撃ちましょう。浅野と戦闘になるんだったら迂回しましょう。まずはここ読み方増山で合ってるかな、ちょっと読み方だけ確認させてください。曽山城ですね、ごめんなさい。曽山城の防衛戦、勝家との戦いをちょっとやっていきましょう。1対1になるので、勝家がどっちから攻めてくるかですね。ここもね、まともに勝家とぶつかると勝ち目がないんで、迅速で下がりましょう。いや、勝家の攻撃力半端ないな。一瞬で城門が溶かされてるな。マジかっていうぐらいの速さで溶かされてる。しかも乱戦にされた。乱戦で奥義一戦食らったな。これで渡辺官兵衛隊が殲滅を受けましたね。ここで勝家に曽山城を渡すのか。それは絶対ダメだ。援軍を出しましょう。で、深市城の防衛線に出してる援軍を遠回りさせてるので、ここが持たない可能性があるな。家康が来てるか。5000で家康か。さらに星名、榊原が1000ずつ引いてる感じですね。これはちょっといよいよまずい感じだな。どうしよう。木曽福島には500しかいないんだよね。石川隊が間に合うかどうかだな、まずは。ただ石川隊の追っ手が出てきてますね。堀田忠勝1500。これはどうだろう、間に合わないかもしれないな。ちなみに連合はできないが、城の回収を急ぎたいけど、ここも時間がかかりそうですね。城門が本当にね、すごい速さで溶かされていってるので、これはちょっとまずいですよね。城門だけでもちょっとでも早く増形門まで上げたい。
滅亡するっていうシナリオはもう皆さん見たくないですよね、さすがにね。ここ何回か滅亡できてしまってるので、なんとか今回はね信忠でクリアしたいんですが、ここが持つかな。家康が自ら攻めてきてるので、取られた、不可視が取られたね。これはちょっと不可視は諦めて、まあ、結果的に非常しましょう。戻ります。結果的にではありますが、富山城の防衛にはなりそうですね。非常しましょう。安土近辺もなんか気な臭くなってきてますね。さーてどうしようかな。意外と落ち着いてるのが中国地方播磨近辺、落ち着いてますね。動きがほとんどない。で、一方、こっちの山陰方面も動きはない。やっぱり危ないのが徳川勢だな。しかもこの辺り、すでに南信濃からは織田軍はほぼ一掃されてしまってるので、美濃、尾張、ここは絶対防衛したいところなので、ここに戦力を集中させましょうか。ここに戦力を集中させて、ここの防衛に専念しましょう。で、1585年が来たら、もう周りの周辺の雑魚大名たちを一気に取り込んでいくことができるので、そこまでしのぎましょう。今のまま行くと勝家とかもね、取り込めそうなので、さすがに光秀はね、滅ぼしましょう。敵が我が領内に向かっております。佐久間盛政隊が勝山城に攻めてきてると。で、勝山には兵がどれくらい入っているかというと、900しか入ってないのか。今はこれはまずいね。確かに腕が鳴るぜ。我が領内に敵が迫っております。波山右衛門部隊が清水山城に4200。清水城、兵数が1200しかいないのか。厳しいね。これで4200を迎え撃てて、どうしようかな。2条5所から兵を出すしかないかな。出陣します。5所から出しましょう。ただ5所を奪われるっていうことだけは避けたいので、5所が狙われるようなことがあれば、祖国清水山を捨ててても5所に戻るつもりで援軍として出しましょう。もう今ね、四方八方から攻められてて、どこを優先的に守らなきゃいけないかっていうのを決めていかないといけないですね。清水山城、ここに関しては今この浅野家から攻められてますが、これは清水山の1300と御所から出てる6000で迎え撃てば大丈夫でしょう。やっぱり美濃あたりが騒がしくなりそうだな。あとここに出てきている筒井の部隊もうちょっと気になるな。なんか兵を展開させてますよね、筒井が。
そうなると、やっぱり城の改修修復は自分でやりましょう。で、必要になってくる、やっぱり木材、鉄、このあたりは常に切らさないように、切らさないようにしていきましょうね。待機します。よし、これで清水山は防衛できたので、兵を返しましょう。で、勝山城に佐久間盛政が攻めてきてますが、これは朝倉山城の援軍を出せば撃退できるでしょう。我が王の城、包囲されました。出陣するぞ。行きましょう。助立ちします。表情を始めます。報告します。先月の収支です。さあ、これで、ね、ある程度この勝山城に関しては目処がつきそうですね。最前線に関しては枡形門は必須。枡形門まで上げていきましょう。枡形門にしておけば、そうそう今までのように溶かされることはないと思うので、ただまた木材不足だな。これ木材を金で買ってるので、今度金がねなくなってきますね。なんとかここの急場をしのがないとピンチだな。また今度清水山城に帰ってくるんだね。だったら御所からまた出すしかないかな。一応安土も7000兵いるので、これで守れなくはないですね。こうやってね、清水山に大部隊を駐留させると帰っていきますね。まあ、米はたんまりあるのでしばらく駐留させましょう。で、米がたんまりあるので兵糧を思い切って売却します。代わりに木材と鉄を買っていきましょう。ありがとうございました。止まりましょう。これ北条もね、本格的に攻めてきたりとかするといよいよピンチになりますが、今中国地方はどうなってるかというと、毛利と宇喜多は小競り合いをしてないかな。してないですね。で、長宗壁も侵攻の気配はない。となればまだまだ今はマシな方かもしれないですね。連合が組んでくれたおかげで、逆に連合が消えたら毛利とか北条、徳川、この辺りがもっと進行してきそうですね。周辺の弱小大名を食い潰しながら。さあ、では時間が30分ぐらい経ちましたよね。経ちましたので、今回はここで一旦終了してですね、次回は引き続き両国の防衛戦お届けをしていきましょう。というわけで、今回も最後までご視聴いただけた方、本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、
動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。